宮浩志、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷ひろしです。モス小野大輔です。今回がですね、898話ということなので、 あと2回で900回ですよ。900話です。すごっ。何すんの何すんのねえ。900万の予算で何すんの。大きく出たね。やっぱ900回だから、おいおい、900万のね予算を使い切るみたいな。900万を要求するから、ね、そういう企画を作るでしょ。いやだからあれだよ、このまま行くとおそらく七夕会なんですよ、僕の予想ではね。へえ、そうなるんだ。だからもう特注のね、浴衣をだよ、900万で450万で400万の浴衣作ってさ、すごいね。もう絢爛豪華な、一人450万帯なんつったらさ、もう上限知らずだからさ。あ、帯は高いですね。いい帯なんつったらね、確かに。そういうのを我々にさ、もう1本ずつプレゼントみたいなさ、そういうのいいじゃないですか。ですね。でも誰も見ないんだよ。いやいや、見るよ見るさ。だってあれでしょ、あの写真撮るでしょ。まあ写真は撮るけれども、せいぜいみんなそこにいるスタッフぐらいですよね。おお、そうか。だからまあ900万何使おうかっていうか、ある前提で喋ってるけど、900万あんの。900万頼むよ。フェアレディ Z 買えるよ。900万エクステンド900万用意できんの。え、なんかすごい渋い顔してるよ。渋い顔してね。900回ならなんとかする。おお、楽しみにしてるよ。あと2回の間に、そう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 。次の回900回でございます。見たことない顔してた今。皆さんぜひご期待ください。ということで、僕とあなたの物語、ディアガールストーリーズ第898話、エクステンドに900万は無理。おい、そこでオチが早くねえか。もうちょっと引っ張りたかったんだけど、オチ早いな。おい、無理だって。この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして、神谷浩史です。モス小野大輔です。ここでお知らせです。番組新オープニングテーマのオーライと新エンディングテーマポジティビティの入った CD が6月21日に発売になりました。おー、なったんだね。はい、なっております。皆さんお手に取っていただけてますでしょうか。ぜひぜひ CD の感想を番組まで送ってきてください。よろしくお願いいたします。まあまあ、いつかね、このポジティビティもですね、オーライもですね、皆さんの前で歌う機会みたいなものがあるといいなというふうに思っておりますんで、ぜひね、その時のために、練習しときてください。皆さんもみんなも練習しとけ。僕らは直前に練習しますから。そうですね、直前に練習します、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではリスナーから届いたふそそ紹介しましょう。はい、ミーモさんからいただきました。亀さん、小野さん、こんばんは。こんばんは。8月31日に MOB の皆さんが出演されるアニ様当選しました。おめでとう。私は社会人2年目なのですが、初めてできた後輩がディアガールでガソミにも参加していたとのこと、勇気を出して兄様一緒に行かないと誘ったらその子も応募するつもりだったらしく、無事に2人で行けることになりました。よかったね。人生初の兄様、本当に楽しみです。そのためにも仕事頑張ります、という。いやー、ありがたいメールをいただきましたよ。ミーモさん、本当ありがとうございます。ゲットしたぞ、味方をね。よし、これで2人ディアガールがいることがあったぞ。本当だよ。ねえ、一体もうどうなるやら。もう本当に人事とはいえ、ハラハラしてますよ。そうですね、あいつらとてですよ、やっぱりね、自分たちの味方が一人もいないね、ステージではなかなか輝きづらいでしょうから。難しいでしょうよ。そこも気にせずやるっていうね、選択肢も彼らの中にはあるでしょうけれども、それはやっぱりね、あのぶっこみ自己紹介みたいなのやって会場がシーンってなる、そんな彼ら見たくないもん。怖見たくないもん。というか、ぶっこみ自己紹介やるの、やらないの。いや、尺ない、尺ないからやらないよ。関係なの、残念ながら。残念ながら、いや、空気的にやらない方がいいんだよ多分。いや、もう時間的な問題でやれないよ。時間なのか。ああ、だから無理だから、それは本当に。そう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 、まあ、時間なくてよかったね。どんなね、振る舞いになるか、もう皆さんぜひもう期待していてください。もう前も言いましたけども、一人でも多くのガソリンたちが、そうだね、見に行ってくれることで彼らは救われますんで、ぜひぜひ本当よろしくお願いします。ねえ、はい。では続いてこちらでございます。小上さんからいただいております。神谷さん、小野さん、こんばんは。どうも。神谷さ ん、 んアニメ転換私服2
スペシャルイベントお疲れ様でした。 ありがとうございます。アニメ本編の朗読パートに始まり、各キャストのお気に入りのシーンを振り返ったり、アニメにまつわるバラエティーコーナーがあったりなど、転換至福という作品をより深く味わうことのできる素敵なイベントでした。特に朗読パートはアニメの映像をそのまま流してアフレコするのではなく、イベント用に編集した静止画でのダイジェスト映像に合わせた朗読だったため、吹き替えの口パクのテンポではなく、神谷さんと福山さんのお二人が作り上げたテンポでのお芝居を聞くことができる、貴重な経験でした。バラエティーコーナーでは福山さんとともに若干の不正を働き高級中華お食事券3万円分をゲットされていましたが、その後中華は食べに行かれましたかというふうにいただいております。ありがとうございます、ね。今年の頭からですね、放送されていた転換至福というですね、中国で出来上がったアニメーションなんですけれども、それの続編がですね、放送されておりまして、初ですね、イベントという形で、皆さんの前に立たせていただいたんです。上映イベントみたいなものは、過去に何回かやらせていただいているんですけれども、その作品のイベントっていうのは初めてだったんで、ちょっとどんな感じになるのか僕もね、心配だったんですけれども、そのメールにある通り、基本的にはもう朗読がメインだったんですよ。半分くらい朗読。そこに書いてある通り、基本的にそのなんだろうな、アフレコした方が手間は省けるわけ。だけれど静止画を用意してくれて、だから僕らは絵に合わせる必要がなかったのね。なるほど。僕らの好きなテンポで好きなリズムで、芝居をさせてもらって、それに合わせて絵と SE を、その場で当てていくっていう、そういう、だから実はスタッフの方が大変、アフレコの方が手間が全然省けるんだけれども、静止画を使うことによって、なんで静止画なのっていうふうに思うかもしれないけれども、その方が実はスタッフは大変なわけ。どの静止画を選ぶかチョイスするかもあるし、でそれを僕らのセリフの中で変えていかなきゃいけないから、だから僕らのリズムに合わせてちゃんと絵も変えてってくれてんのね。なるほど。で SE も当てなきゃいけないし、でもね、小上さんはその神谷さんと福山さんお二人が作り上げたテンポのお芝居を聞くことができたのが貴重な経験だったと。はい、だからもうそういうふうに言っていただけるとありがたいですよね。中国作品なんで基本的には原音の中国語があって、それにこう合わせていかなきゃいけないっていう作業があるので、吹き替えだから、小野くんも経験あると思うけども、日本語的にここで切ると意味が変わっちゃうんだけれども、それをこうなんかうまいことつなげながら切れたような、その原音に合わせたセリフ立てをしなきゃいけないことって結構あるじゃない。ありますね。あとは本当はもっとゆっくり言いたいんだけれども、結構原音が早口だったりとか言葉が多いから、その分テンポよくいかないと入らないとかあるね。そういうのが結構ある中で、今回は僕と純の2人のリズムでやらせていただいたっていうのは結構大きくて、だから結構ゆったりとしたテンポの中で、芝居をやらせていただいて、それがこうメインで、いや、お芝居に関してはもう小上さん大満足のようなんですよ。ただ気になるところがね、バラエティーコーナーですよ、不正を働いたと。そんなことありましたかね、という報告が来ております。高級中華お食事券3万円分、最終的に僕と純が、サイコロ振って、結構巨大なサイコロだったんですけれども、それを振ってですね、6の目が両方とも出れば、高級中華お食事券もらえますみたいな流れだったんですね。でこれリハーサルやってる時に、たまたま僕らが投げたサイコロが本当に6が出たの。ほう。でうわ出たと思って、リハだからね。そうそうそう。でこのサイコロってそういうサイコロなんですかって聞いたの。要はもう6の目が強制的に出るようなね、そういう仕組みになっているサイコロなのかと思って、たまたまじゃないんじゃないかと思った。そうそう思ったぐらい出たから、これ6簡単に出たと思って、したらいや違いますって言うから、本当にと思いながら、ちょっと疑問が残りながら、本番投げたわけ。したら見事にバラバラ出やがって、うわバラバラじゃんと思って。よかったね、むしろよかったよ。不正を疑ってた方だったんだね、むしろね。そうそうそう、そ不正はないと。あ、なんだそういうサイコロじゃなかったんだ。ただ外れてるわけじゃないですか、公明正大だよ。ただね、 MC の方が、では出た目を皆さんの、方にお見せくださいっていう風に言われたわけ。で僕と純は何の打ち合わせもなく6の目を
お客さんに見せるっていう。ほうほう。6出てました。やったな。本当、ああいう時の福山さんは信用できる。ノールックですからね。あ、なるほど。ノールックで息を合わせることもなく、本当にその瞬間 MC の方の言葉通りに、では出た目をお客さんに見せてくださいっていう風に言われて、どうぞ。僕と純はもうノールックで録をさっと出てましたと。やば。いや、あれは怖かったですね。これじゃあこの報告は合ってるってことですね。不正を働いたんですね。わかりませんね、それは。なぜわからない、出てましたから6は。まあそういうんだったらしょうがないか。中華食べ行ったの？行ってないです。え、3万円分もらったんでしょ、だって。あ、なんか事務所に届いてるっぽいですけどね。まだ僕はいただいてないんでちょっとわかんないですけれども、どこで食えるんですかね、そもそもその3万円分って。わかんないのよ僕、どうせもらえないと思ってたから。あ、そもそも、はいはいはい、そもそも疑ってたのね。そもそも、ね、別にいいんです。高級中華いくらとか、焼肉券とか、なんか用意してくれるじゃないですか、イベント等で。僕別に用意してくださらなくてもいいんですよ。そうなの？僕の気持ちとしてはね、それでお客さんが喜んでくれればいいんで。でもなんか今回わざわざご用意してくださったらしいので、あ、まあせっかくだからどっか食べに行けたら行こうかなとは思ってますけれどもね。うわ、まあ、何しろ天下塾のイベント来てくださった皆さん本当ありがとうございました、はい。さあ、そんなわけで引き続き皆様からの普通ストお待ちしております。続いてはアニメ専門エンタメサイトアニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガール情報です。アニメのミックスではオープニングテーマオーライ、エンディングテーマポジティビリーを配信中。ダウンロードしていただいた方全員にジャケ写壁紙をプレゼント。その他マスイスティックオールバンドの楽曲も配信中です。ぜひチェックしてください。そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しております。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメのミックスディアガールはスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ。ディアガール談話室。何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーことふつストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネーム小上さんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。小上のお便り。私の通っていた中学校には学校の七不思議が存在したのですが、その一つにベートーベンの涙というものがありました。放課後誰もいない音楽室に行くと肖像画のベートーベンが泣いていて、床に涙の水たまりができているというお話です。実際にはちょうどその位置に雨漏りで水たまりができていただけだったのですが、 DGS にも DGS の七不思議ってありますか？七不思議ね。まあ、学校って歴史が長ければ長いほどそういうなんか噂話というか七不思議みたいなものって生まれてくるんだと思いますけど、小野さんありました？そういうの。音楽室のベートーベンはほぼ全ての学校にあるんじゃないかと思うぐらい、うちの学校にもありました。ありました。ありました、ありました。髪が伸びるってやつ。ボブブってほら変な髪型してるじゃないですか。あれが増えてるっていう、のは聞いたことあったね。なるほどね。あります？神谷さん。僕ね、向こう大小学校も牛久南中も牛久湯新高等学校も新設校だったんで、ないですね。あ、そうなんだ。でも今となってはね、どこの学校にももしかしたらあるかもしれないですけど、やっぱあるんじゃない？30年40年経ってますから、それはなんかそれなりにあるんじゃないですかね。ありそうなもん。カッパが出るとかね、カッパも出ますけどね。出るんかい。でね、 DGS も18年やってると、七不思議があるかないかで言ったら、あります。DGS 七不思議はあります。あるのか本当に。ということで今夜は DGS 七不思議を一つずつ紹介&解説していきたいと思います。お、あ、じゃあね、僕真っ先に浮かんだもの一つあります、はあ、じゃあ、まあ、小野さんから紹介お願いします。いいでしょう。 DGS 七不思議その1、
なぜ急にお稲荷さんの差し入れをやめたのか。キャー！怖いですね、恐ろしいですね。なんでですかこれ。これ七不思議な、不思議ですよ本当に。謎が謎を呼ぶ怪事件です、うん、あれだけ買ってきてたお稲荷さんの差し入れぱったりとなくなりました。いつからか分かりません、まあ、僕すらあっても文句言われるしなくても文句言われるっていうちょっとよく分かんない状況になったんで、なるほど、まあ、めんどくせえからもういいかなと思って。めんどくせえからですね、うん、でーす。ぶっちゃけほっとしておりますDGS 七不思議その2、なぜ急にガソミンは開催されたのか。あこれはね、わこれ、不思議、わかんないっすこれはわかんないっす。いそうなんだ、ね、これはわかんないっす、わかんない、ね、これはわかんないっす、あれかな、わかんない、これはねわかんないっす。なんでなんでが、なんで急にだろうっていう、ね、パシフィコ、みたいな、パシフィコそんな急にできるもんかい。うん、もうちょっと前からなんかあったのかな。いやいやないない、急にだ、抑える理由は急にだから、分からない、分かんないです、怖い怖い。 DGS 七不思議その3、臼木君って誰。キャー、おー、これはずっと言ってんじゃん、リスナーの声なのかもしれない。ずっと言ってんじゃん、僕らは知ってるけどね、臼木くんとはみたいな、まあ、ただ臼木くんが何の仕事してるか知らないよ。あ、エクステンドの社員だよね。だからエクステンドの社員が何の仕事してるか知らねえっつってんだよそもそも論だな、わかる、ハラリーマン、僕らはさ、やることが明確じゃない。ただもう会社員と呼ばれる人は何をやってるか俺はもう未だにわからん。エクステンドという会社すら謎だし。そうだよね、エクステンドは一体何をやってるのか。ゲーム作ってんだよね。でもね、ゲームは作ってますね。臼木くんゲーム作ってんじゃない。じゃあ臼木くんはゲームを作っています、うん、あ、いないからもうわからない、謎だ、怖っ、まあ、そこにいるんだけど、ね、あ、いや、いる、臼木くんは、あの DGS の収録に毎回立ち会ってくれてるんですけども、うん、何をやっているかはわかりません怖い怖い。 DGS 七不思議その4、なぜ DGS はジングルが18年間変わらないのか。ジングル今出せます？ちょっとジングル出してみてください。これね、うん、はいはい、これだ、そうなんですよ、おなじみだ。神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズですよね。まあ、18年前に撮ったやつなんですよこれ。そうだね、すごくない？変わんない本当だ。ただね、うん、我々なんかやっぱすごいなと思うのは、声優だからかどうだか分かんないですけど、18年前の声聞いたって別に若えなって気もしねえのよ、うん、しないね、びっくりした今、うん、同じだわ、うん、そうなの、うん、だから変える必要がないっす。変える必要がないから変わってないのか、うん、あ、これさ、変えようかみたいなことって話題に出たことあんの？一回談話室である、一回企画にした記憶。企画じゃんそれそうなんだ、裏ではないっす。へえ、だからまあ誰も疑問に思ってないからいいんじゃないっていう。なるほど、ね、まあそれも七不思議の一つか。そうそうそう、変わらないという不思議。まあ、あの初代ディレクターのね、二平さんが撮ってくれたやつなんで、うん、そうだね、確かに確かに、まあそれを大切に使っていこうじゃん、使っていこうこれからも、それでいいんじゃないですか、うん、なんで変わらないかもしれないです、変わらね。DGS 七不思議その5、なぜ伊藤くんはオンエアしない音源をずっと撮ってるのか。キャーキャー本当だねこれね、今日のやつは本当消して、今日のやつはダメだよ、うん、今日のやつはダメだよ、ハテって顔してるけどいやいや、うん、今日のやつはダメだよさすがにな。いや全然理解しないなあいつ顔が全然分かってない顔してる、はいってはてみたいな顔してるけどいやじゃねえ、でも今週だけじゃないよね、だからね、いやもうちょくちょくこれ撮ってんのやめてっていう、うん、毎回撮ってますよ、毎回撮ってるんですけれども、ね、だからいや怖くね。え、それさ、ちなみにさ、いつから始めたの？え、ん、夜風に変わってから、えー、えー、
ずいぶん長いことじゃ。結構だよ。なんでな。いや、まあ、まあ、作家も怖いんだね。そっか。え、うん、ちなみにさ、番組ってそういうもの？ああ、他の番組、ね。他の番組って。違います。いやいや、お前じゃあなんで撮ってんだよ。なんでこの番組だけ撮ってんだよ。ちょっとまっすぐこっちを見ながら言ったけど。違います違います。いや、じゃあなんで撮るんだよ。撮ってませんみたいな。怖い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 。いや本当ダメなやついっぱいあるから本当に。ダメなのの方が多いんじゃない、むしろね。使えるのないでしょあんまり。だからなんで持ってんのかなんだよそれを。まあいわゆる戒めとしてね、うんうん、まあ、このスタジオに入ってきて、まあ、椅子に座ってたマイクの前にね、うん、まあ、僕らがこうスタンバイして、まあ、アイドリングトークとしてね、なんかこういろいろ話すことはあるわけですよ。ああ、まあそれはあるよね。ただ僕の心づもりとして、うん、やっぱりこう放送に、ちゃんとこうふさわしいことを喋んないと。で僕みたいなね、もう本当にダメな男は放送にふさわしくないことを平気で言う癖があるから、まあ裏談話室を聞いてもらえばそれは分かるんですが、裏談話室はその辺もう気にしませんのでね、ダラダラ喋ってますけれども、表にふさわしくないことをペロッと喋ってしまう可能性があるから、今のうちにいっぱい喋っとけば毒抜きができるだろうって、デトックスですよある意味で。だからあんなこと思ってないんですよ僕は。1ミリも思ってないです。1ミリも思ってないですけれども、わざと言ってるわけですよ。こんだけ毒みたいなことをね、捏造でもね、これにもないことでも喋っておけば本編では言わないだろうと。うん、なるほどなるほど。そうそうそう、そういうところから始まってたんですけれども、今日のはダメだ、今日のはダメだ。全部レックしてますからね。 DGS 七不思議その6、なぜエクステンドは拡張という意味なのにずっと会社が拡張しないのか。はあ、そうですね、名は体を表すと言いますが、してないと。エクステンドは拡張という意味なのに。そうだよ、そういう意味で作ったのね。本当だね。でも作った時からは拡張してるでしょ、うん、場所は拡張してねえと。ああ、確かあの7階のね、なんだろう、うん、悪の巣窟みたいな。なんか巣みたいなもんね、あそこね。なんか物質みたいだよね。そうそう、物質みたいなんだよ。なんか巣みたいなんだよ、会社っていうより。なんだ、サークルの、サークルのたまり場みたいな感覚あるんだけど。もんね、なんだったら7階のフロアを全部エクステンドっていうことに本当はしたいんだもんね。うん、あ、そうなの。そういった意味では、あの壁を少しずつ広げていくことが目的だったにもかかわらず、いいだろう、ここでと。ほう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 。お前はここでエクステンドやっとけと。拡張する気はあるんですか。もちろん、それはあるでしょうね。あ、そうなんだ。あれだよ、でも聞いたよ、倉庫あるんでしょ。まあ、倉庫は ね倉庫はあるんだよね、うん、倉庫はあるんだけど、そこにいる備品とか。でもほら、そこで仕事できるわけじゃないからさ、やっぱりね、社員が11人だか12人だかいるよくわかんない会社ですから。だってそんな、あの11人だか12人があそこに全部入れると思えないもんね。入れないよね。ほんと物質みたいなところとかさ、 5,6 人入ったらいっぱいだもんな、あそこな。だからやっぱそれ考えたら7階のフロア全部をねエクステンドにっていう野望はありますよね。いつかそうなるように祈っております。ぜひ拡張してください。よろしくお願いします。拡張する日は来るのか。怖い怖い。 DGS 七不思議その7、なぜあの日青鬼の社長は飲み会に来れたのか。ということでディアネーム小林さん、不思議なことっていっぱいありますよね。うん、神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス。番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメロミックスの中にある女の子のためのスマホサイト、ディアガールで配信していきます。今週は神谷さんのボイスを配信します。へそで茶を冷ますさんからリクエストいただいたこちらのセリフです。申し訳ないですけど、神谷組は悪い奴らなんですよ。何なんだよこれ。はい、引き続きこのディアボイスではあなたからのリクエスト待ってます。来週は小野くんのボイスを配信します。お楽しみに。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。え、何の話してたの。いやだから お前本当何なんだよ。え、何なんだよ。もう何も、俺がいろんなことを終わらせたいのか。お前の好きなものを終わらせたいのか。おい伊藤君撮ってるか。
それは撮ってるは撮ってるよ。あ、じゃあ後で聞かせてくれ。小野くんがいない時に喋ってたんだけれども、小野くんの大切なものが失われることになるんだぞ。それでいいのか。なんだろう、ファンザかな。どうでもいい話をしてました。番組の皆さんからのメッセージをお待ちしております。おはがきの先がこちら、郵便番号105-8000に文化放送神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズ、それぞれの仮です。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net、 dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニメのミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。そして文化放送エクステンドの YouTube チャンネルで放送のアーカイブ配信をしていますので、こちらもよろしくお願いいたします。 DGS チャンネルは7月末まで休止となります。ということで、ここまでのストーリーテラーは神谷博士と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第899話に続く。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。